昔、はい、友達と遊んでたらシージャが来てスグルに、いや教えてるやと、うん、スグルをスグルんですそこチャレにする必要ある、ね、なんとなくそんな気しよった。わざわざスグル出した時点でね、そう叩いたってことですね、はい、事情を聞くとさっき道でバッサリ会うとシージャを見てスグルはバカにしたように笑って逃げたそうです、うん、ずっと一緒にいたことを説明して解決、すっかり忘れていた数年後夜中道でスグルを待ってたんですよ、うん、したら数字道の向こうにある家、薄い街灯の明かりに門の方でスグルが今で言うひょっこりはんみたく顔を出したり引っ込めたりして頑張りしてるんです。いたずらね、無視してたら後ろから私の肩をトントンで振り返ると、うん、スグルがいるんです。え、スグルが2人？ゾッとして家の方を見ると人影がある。はあ、そういえば前にもあったな、ドッペルゲンガーって本人が会うと死ぬって都市伝説あるなぁと私たちは走って逃げると、うん、数字道に驚くほどのバカにしたような高笑いでキャハハハハハハハと追いかけられました。へえ、何これ、なんか落ちないの？このキャハハハハハが落ちじゃない？違う、この人的にはね違う、なんかオチっていうか、なんかでもよく確認してみたら、なんかそのオチのなんか植木がなんかそんなブランブランしてたとかさ、なんかそんな感じかなと思って。でもこれ、うん、あるって。マリの友達が県外にいるときにやっぱどうしても沖縄に帰りたいっていう願望が強すぎて、うん、この人を地元でしょっちゅう見る人が多くて、あ、生きるようになって戻ってきちゃったんだ。そう、一人の人は間違えてコンビニの前で引いてしまってからさ、この生き量を、うん、で、やばい引いたってなって、うん、同級生を、うん、で、降りたらいないわけ。え、でも完全に引いたけどってなったら、うん、本人内地に行って、うん、そしたら結構多くの人が見ててさ、あまりにも気持ちが強すぎて、うん、だからあれをね、体は向こうにいるけど魂の住所はここみたいな。不思議だよね。すごい、全然違う話よね、これ。一緒じゃない？スグルとは、スグルも。スグルはひょっこりなんとかみたいにやりたいと思いたい。もう、とってもいたずらしたいっていう気持ちが強くて。生きるようになってそこの陰に行っちゃったわけ？ひょっこりはんしてた。やっぱあなた。で、作戦成功の笑いよね。驚かせたでしょ。あなたはそういう発想で世の中はずっと生きてるんですか？久高まりさん。え、みんなどういう発想だとしたら、多分今世の中の見えてる私の景色とあなたの景色は全然違うものかもしれないですね。マリの見えてる景色めっちゃいいよ。今のこのスグルはだ、そういう結論。そう、だからスグル思わずディレクターが薪を入れるぐらい扉を開けましたよ、あなた。はい、閉めてください、その扉。パタン鍵もかけて。カチャッ。オッケー。で、鍵ちょうだい。はい、僕預かっときます。もう開かないように。